インタビューしただけだと2000人ぐらいかもしれません。たくさんの人が亡くなってその後を継ぐ人がいなかった職業はたくさんありますね。塩野米松です。作家です。その手仕事というものを作っている人たちの本が8冊ぐらいだろうと思うんですね。天の巻は西岡常一さんという法隆寺の棟梁さんだった方です。明治生まれの方で西岡棟梁のおじいさんという方が法隆寺の棟梁だったんです。法隆寺が初めて作られたのは1350年前だったんです。でこの方は法隆寺の全てを知っています。西岡棟梁には小川光雄さんというただ一人の内弟子がいたんです。で小川光雄さんというのは1947年の生まれだった。戦争の後の新しい時代の人です。でその時代にはその弟子に入って一緒に暮らすというやり方はもう日本ではほとんどなかったんです。でそのやり方で教わった人だった。そしてその方が一人前になった。西岡棟梁が小川さんに教えたのは一枚のカンナくずを目の前で削って見せてくれた。それは向こうが透けて見えるような薄い衣のようなもんだ。それを小川さんは窓に貼ってそれと同じようなカンナくずが出るまでカンナの刃を削ったんだ。で1年以上かかったと。小川光雄さんのお話を地の巻を作りました。2巻目ですね。小川さんが独立して斑鳩公社という会社を作ったんです。僕が行った頃に25人ぐらいのお弟子さんたちが来てました。宮大工という仕事をする人たちを育てる会社でもあったんです。一番上のお弟子さんは西岡棟梁とか小川さんに代わってもう仕事ができるぐらいまで行ってた。それはもう現代っ子ですからオートバイに乗ってたりスポーツカーに乗りたいような子供たちなんです。それなのに一緒に暮らして宮大工という仕事を覚えたい人たちだった。でその人たちのインタビューを作ったのが3巻目の仁の巻だ。天地仁とできました。でこの話を日本の人たちが読んで今でもこういうやり方をしている人たちがいるんだというのでたくさんの方が小川さんのところに弟子入りを希望したんです。200人もの人たちが1年に来ることがあったんです。それは東京大学に入るよりも倍率は高いですで手の仕事というのは道具があんまりいらないんですよ。体が道具なんです。手が道具なんです。頭の中でどんなに嫌でも気分が悪くても手は絶対に嘘をつかない。これが仕事をしていく手仕事の人が持っている気質なんですね。だから一回この手がなくなったり技がなくなると復元することがすごく難しい。その中に手で針を作る最後の一人の方がいたんで、あのお祝い事の時には必ず鯛が、その鯛を釣るための針を作る方がいました。みんな自分で工夫して絵に描いてその方のところにここを膨らましてくれ、ここを長くしてくれっていうようなことをみんな頼んでた。でその方が亡くなって手作りの鯛の針のそれができなくなった。みんな手仕事は自然から素材を集めてきました。木の皮だったりつるだったり資源がなくなる。でもう一つはそうやって残ってきた大事な技が現代の生活に合うようなデザインに変えていけるか、用途に合わせていけるか、美しさの違いが出てきた時にそれに応えられるか、伝統を生かすという技の中に含まれていくと思います。これがうまくいけば生き残っていける。